キア191系は日本国有鉄道が製造し、東日本旅客鉄道及び西日本旅客鉄道に継承、在籍した河川、信号検測用の試験機動車である。1974年から1976年までの各年に1編成ずつ、計3編成6両が富士重工業で製造された。電革間や自動信号設置区間の拡大に伴い、 検測を省力化し、合わせて従来よりも検測精度を向上させるために製造された車両である。河川への電力供給が停止している区間や非電化区間でも検測を実施できるように起動車としている。車体全面形状は当時製造が続けられていた183、軽電車や200番台以降の485。 軽電車に類似した高運転台の非貫通構造となっているが、車体裾部は絞りがない。後に製造された443系も本系列に順じた全面形状である。車体塗装は青15号を基本色に全面と側面裾、そ、膜板に木5号の軽快色を入れている。直流用事業用車と同じ塗装であるが、交流電格間の検測も可能である。 エンジンはキハ181系などで実績のある、出力 500PS の DML30、HSF 型を搭載し、台車は動力台車が DT40A 型、付随台車が TR219C 型である。最高速度はキハ181系と同様の時速 120km である。編成はキア191型とキア190系の2両で構成される。 この2両でユニットを組んでおり、両車を切り離して運転することはできない。キア191型は、信号検測用で、車内前方の運転室後方に、機器室を、車内中央部に会議室、測定室を設け、中央部の連結面よりに、電源室を連結面側車端部に、トイレ、洗面所を設けている。屋根上には、AU13 型分散式冷房装置を3機、 設置している。キア190型は、河川検測用で、車内前方の運転室後方に、高圧室を、中央部に測定室を設け、連結面側車端部には、高圧室と AU41 アン型床置き、冷房装置を設けている。屋根上には、検測用パンタグラフを2機搭載し、屋根上中央部に観測ドームを設けている。車両番号はキア九十一 キア190から1、2、3となっている。なお1、3は、側窓がキハ65型に準じた、上段下高下段上昇窓となっているが、感知用として製造されたには、側面窓が固定式である。製造当初は1が、小郡運転区、感知向けの2が、秋田運転所、3が、名古屋運転所に配置された。1987年の、 国鉄分割民営化直前に3がを合理に転属し、民営化後は1と3が JR 西日本に、2が JR 東日本にそれぞれ継承された。3の転属により、余剰となった1は民営化直後の1988年に廃車された。なお、北海道旅客鉄道では JR 東日本から両東海旅客鉄道、四国旅客鉄道、 九州旅客鉄道では JR 西日本から3を借り入れて検測を行っていたが JR 東海では1996年にキア95系を申請したため借り入れを取りやめた JR 九州の日南線で検測を行うキア191系2003年に JR 東日本のにはキア E193 系機動車の搭乗により廃車された JR 西日本に残った3は山口鉄道部に配置されていたが2006年に大体都市的やア14 141系機動車が製造された。合戦検測設備を有していないこともありしばらくの間は併用されたが老朽化により車両不具合や故障が増えたこともあり2008年4月10日に下関車両センターに改装され同年4月25日付で廃車され 背景列となった。その後同センターに敵や190から3が解体されていることが確認されている。ありがとうございます。